これに対して農業が始まって以後の宗教については世界的に共通する特色としましては男の神が登頂するというそれからまあ自然とは違うという超自然的で強力であると大変力を持った聖なる存在を生み出していくとい東アジアにおいて代表的なものは竜でございます。 この龍もこの新石器時代に農業を始めるとすぐにこう中国社会で生み出されたものそういうような存在であります。